ティーボー王は、コンバウン王朝の最後の国王。解明的な民存王が1878年に、病死すると力が弱く若い王子だからこそ影響力を強めて、自国の改革と近代化を推し進められると考えた、国務院の推挙を受け、21歳で即位した。しかし、翌年には、スパラや王妃を含む、保守派の巻き返しによって改革派は失脚し、 全王の王子三十一人、娘九人が捕らえられて処刑され、王国の近代化は挫折した。イギリスを牽制するため、フランスに接近したことから第三次英明戦争が勃発して、コンバウン王朝は滅亡し、ビルマはイギリス領インド帝国に併合された。八百八十五年十一月二十五日、ティーボーとスパラヤ、王妃、そして四人の王女たちは、わずかな付き人と共に、 ボンベイの南にあるラトナギリに追放されて細々と暮らしたが、1910年には植民地政府の資金で建設された宮殿に移住し、1916年に57歳で死亡した。ありがとうございます。